例えばその ここのクモのこういうところが私のオタク、オタク、クモオタクの私としてはこれで推し、一押しですみたいなのあります？北ケンソウルね。はい、わかりました。いや予測不能ですね。いいですね、いい感じです。あと何人ぐらいですか？10人ぐらいですか？はい、謎ですか？はい、ありがとうございます。わざわざなんなんだこれって感じですね。普通スライド見たら大体内容が分かるじゃないですか。さっぱり分かんないですよね。でもわざわざ見てくださったんですね。てかメール読んでいただいた。てかメール来んのかって感じですよね。、はい、びっくりしましたね。はい、ありがとうございます。はいはい、難しいことを簡単に話す。はい、はい、例えばどういう難しいことを簡単にしたいですか？はい、エマグラムですか？はい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 、うん、はいはい、エマグラムの読み方がどうして、知りたいって感じですか？人に説明したい感じ。なるほど。エマグラムをできます？クモオタク。エマグラムオタクもいらっしゃるみたいですね。はいはいはい、他にあります。ありがとうございます。はいはい、斉藤愛子さん。世界一、はい、あえて論理的じゃない、論理的じゃない、ちょっと感情的な、ちょっと感情的な、何なんだっていう、ちょっと妄想が入ってる。あー、入れていきましょうか。はい、はい、愛子さんの妄想聞きましょう。はい、あれ、はい、今逆で、はい、簡単なことをいかに難しくそういう人いますよね。はい、ありがとうございます。それ結構面白いと思います。はい、次につながる。あー、お名前なんて言いましたっけ？酒井さん、友達になりましょう。次につながると思います。はい、ありがとうございます。はい、スピリチュアル。あ、なんかそういう感じしますね、なんか本体とかね。スピリチュアルですよ、でも今日結構、うん、そういうことかもしれないです、捉え方によっては。はい、そうだと思います。ありがとうございます。はいはい、予備知識いらないですね。はい、飲み会に予備知識はいらないっていう感じで捉えていただければ大丈夫です。はい、野村さん、業界を盛り上げたいという志をお持ちの気象業界の野村さんなんですね。盛り上げましょうか。どんな感じ、盛り上がるってどの辺でどういう感じで盛り上がったらいいですか？まあ、専門家に対して新しいことで、はい、どうしてもその専門的じゃないよっていうのを、まあ、こういった場で、はい、一般の方って自分が予報士持ってないし、その業界の気象業関係の業界じゃないし、まあ、いわゆる一般だっていう人います？あ、この人たちが盛り上がればいいんですね。はいはい、はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。どんなのがいいですかね？消しゴムトークが一人よがりできる。一人よがりでできるんですか？うん、はっ、ってこう思ってくる。はあ、これは何だ。はあ、はあ、独りよがりな営業って受けるんですかね？受けるかも分かんない。やってみようとか。あ、で普段はこう心優しい営業トークを書くんですね。なるほど。ちょっとたまには推しの強いことも言いたいという感じですか？はい、ちょっと最後にわざわざここを残したっていう。はいはいはい、また来たくなる。だってここの人なんですよね。ああ、なるほど。サイエンスカフェをなんか自分でやったりとかしないんですか？何も予報士でもないので。あ、そうなんだ。あ、だけど、あの山本線のああいう流れてる企画とかを撮ったりするんですね。あ、いい感じです。そういう人がサイエンスカフェやった方がいいと思います。はい、はい。
だってより一般の人に近いってことですかね。はいはい、ありがとうございます。何ご褒美が欲しいんですか。ご褒美、ご褒美もらいにサイエンスカフェ来る人がいるんですかね。初めて知りました、ありがとうございます。はいはい、親しみやすい人ってどんな感じですか。まあ、人それぞれね、親しみやすいと思うポイント結構いろいろあるから。はいはい、どういうところで親しみやすいなっていう。なるほど、笑顔が多い方がいいですよね。はいはい、あれもう最後かな、だいぶ使いましたね。はいはい、最後になりました。今夜の夢でもう一回ね、はい、サインしてください。いやー、どうかな。なるほど、夢にまで出てくるようなサイエンスカフェあったら行きたいですよね。ありがとうございます。なんかみんなたった一個のタイトルにものすごいいろんなことを求めるんですね。はい、で、まあ、最初ちょっと一通りね、自己紹介とかしていただいたりしたと思うんですけど、僕の自己紹介をちょこっとしてですね、今日、1枚紙を僕からお配りしてるんですけど、まあ、そこの1番目のですね、ちょっとバカみたいな質問ですけど、まあ、とりあえず春夏秋冬どれか好きな季節決めていただいてですね、その後ちょっとまたいじっていきたいと思います。今日は基本的にですね、僕が喋るより皆さんを僕がいじるような感じにしていきますんで、はい、そこだけちょっと決めておいてください。まあ、そんなに難しく考えなくてもいいです。私まあ、ご紹介もいただきましたけど、茂木耕作と申します。年は39歳ですけど、気持ちは死ぬまで18歳のノリで行きたいな言い始めてですね、これを20年ぐらい言ってるんですけど、ダブルスコアを超えてしまいましたけど、全然まだ大丈夫です。いけます。はい。で、性格は見ての通りですね、こんな感じですけど、英語で人に伝えようとすると結構難しくて、スーパーオプティミストっていうと結構誤解されるんですけど、研究者としてはちょっと若干問題児とも言えるかもしれませんけど、まあ、こういう性格なんでしょうがないです。で、まあ、こんなのにどうして、これちょっと知ってる方いらっしゃいますかね。あ、どれくらいですか。はい。まあ、ちょっと NHK の、まあ、子供向けの番組こんなのに出させていただいたりしたことがあって、まあ、性格が軽いっていうのはこういうことですっていうですね、コンテンツにしてもらったかなと思うんですけど、まあ、後でこれウェブで公開されてるので、まあ、一応中身はそこそこ真面目なことも言ったりはしてますけど、まあ、子供向けだとこんな感じになるよねっていうのをですね、まあ、ちょっと僕なりに試してみたコンテンツです。まあ、もしよかったらですね、はい、10分ぐらいなんで。僕が一番人生で恥ずかしかった瞬間ですけど、まあ研究の話と、まあ、それこそですね、サイエンスカフェもそういうコンテンツだと思うんですけど、一般の人をどうやってつなぐかみたいなのを、まあ、NHK の人もいろいろ悩んでて、こいつをどうやって使ってやろうかみたいなので、こういう番組にしたっていうですね、まあ、10分ぐらいのネタなので、まあ、もしよかったら見てみてください。はい。で、まあ、こんな感じでですね、ずっと、2年ぐらいずっと再放送されたりしてるんですけど、まあ、京都生まれ、新潟育ち、まあ、こういう、まあ、経歴はいいんですけど、経歴によって僕は天気とどう付き合ってきたかは、結構その人の、付き合ってきた天気ってその土地によるじゃないですか。なのでちょっとこの辺も言ってきますけど、まあ、明大
あたりですね、あの僕がバイオ前線の研究をやり始めた話なんですけど、まあ、自己紹介を200ページにわたってした本なんですよ、これ。まあ、バイオ前線の正体っていうタイトルの茂木耕作の正体みたいな中身で、あのさっき失敗談が聞きたいとおっしゃった方いらっしゃいましたけど、まさしくですね、これ失敗談だらけの本なんですよ。でこれでも失敗談をなぜ僕が書いたかというと、あの失敗がまず最初にあって、それを克服していくプロセスのところに、なんていうか、まあ、研究があるんですけど、意外とその研究ってそのこれできたとすごいだろうっていうところしか見えてこないので、あのそういう本ばっかりなんですけど、それだと僕もちょっと飽きてきてですね、こういうのがあってもいいかなっていうので、まあ、こういう本をちょっと出させてもらって、で、もう一冊はこれは結構まともな本で、まあ、そのうちの5章の梅雨の研究だけを僕が書いたってやつなんですけど、まあ、こっちはちょっとどっちかっていうと、まあ、まさしくまあ読み物ですね、本当に一般の人に読んでいただく用の読み物なんですけど、まあ、これもちょっと、僕なりにサイエンスカフェを意識したコラムをちょっと一つ入れててですね、でサイエンスカフェとは何なのか僕出たことないから分かんないけど、こういうものらしいでもねっていう話をちょっとこの中でしたんですよ。でそれ以降やってる活動があってですね、で、まあ、それそんなこんながあって今日に至るんですけど、じゃあいよいよその本の中で書いてた、知りもしないで書いてた